はい、それでは今日は、コーヒー的の人体デッサンポーズ集、男性ポーズ集2の、49ページ、ね、数ページの、これです、49ページ下の右側のこの数ページの ポーズをちょっと書いてみたいと思います。はい、まずあの大きく捉えるっていうね、このポーズ、まず大きく捉えますので赤で書きます。はい、で、見にくいっていう話があったんで結構ちょっと濃いめに、まず顔をね、まあここら辺に耳ありますね。はい、今、はい、こう肩のライン、こう実際もうちょっとあるね。そしてお尻のラインで、はい、切って点が今ここへ来てます。この点がここへ来て、はい、で、足が両足がね、でもうちょっとこれ腕がね。こっちの方まで来てますね。結構で向こうの手がここで見えるっていうことです。でこの時に、耳が大体ここで、はい、目の位置、大体目の位置決めるとき耳の位置決めて、耳の位置決まる、大体耳の位置からこうこっちへ引いて、大体ああちょっと下だな、で前に、で鼻の下のラインが、で口のラインがっていうふうに一応あたりをつけておきます。これが、一応このポーズを大きく捉えましたっていうことです。いつもこれあたりが薄いんで、はい。それで。まあ、あともうちょっと細かいっていうか、もう書いておきますかね。結構ここ傾きが、こんな感じかな、こんな感じで、はい。それでこの後これ大きく捉えたっていう、じゃあこの後色変えます。はい、あのもうちょっと細か、細かい筋肉とかちょっと意識してね、この後はい、もみ上げ、これ黒で描くから結構あの でこの後描くときにここのね、頬のラインちょこっとだけこうやって書いてる。そうすると、あのこれがあの結局目の位置をどこら辺持ってくればいいかっていうのがなんとなく分かるんで。で、そしてまだあのそんなきっちり決める線はまだ書かないんで。ね。そして顎、はい、耳、はい、これから今度何言うこれ、首、これ喉ね、もうちょっと前かな、喉かいて、はい、でここに三角筋、結構三角筋前の方まで来てる。ここまで来ています。そしてこの後上腕、上腕行きました、
意地ね、ここ意地行きました。そしてこっから背中、なんか向こうの肩甲骨の一部が見えるのかな。そしてで向こうのこれ三角筋です。三角筋から上腕の二頭筋かな、二頭筋行って、はい、前腕の一部が見えて、そしてここに手が見えて、ここからこれは大胸筋ね、して、三角筋からここの筋肉の位置で、ここから下へ入る。結構上に上がってんね、これね。して。結構で、してすね、すねいきました。膝ね、膝いって、こんな感じで、ここら辺は時間がね、あればあるほど当然細かい部分は書けるんで、こうやって書いていくと、まあまあ いいのではないかしらっていうことですけど、ちょっとここがもうちょっとこんな感じかな。ですね、こんな感じでいいと思います。まあ、大体こんなもんですね。で、まああと、まあ時間がね、あとあれば感じで行っていけばいい
足の指が空気を変えていきましょうか。こっちもね、ちょっと手の指も入れましょう。まあ、このぐらいを描いてあげれば良いのではないでしょうか。どうですね。はい、これで一応完成です。